はい、どうもこんにちは、レイです。もふもふチャンネル、略してもふちゃん、始まります。今日の動画はスコッチのウイスキーレビュー動画になります。1000円でお釣りが来てしまうウイスキーの紹介が初めてです。それがこちらです。ホワイトホースというものなんですけども、スコッチウイスキーでブレンデッドウイスキーになります。これが1000円でお釣りが来てしまうほど驚愕なコスパを誇るウイスキーなんですね。それを今日は開封してレビューしていこうと思います。ちなみにこのホワイトホースファインオールドというタイプになるんですが、これがホワイトホースのエントリーモデル、一番下のクラスのウイスキーになります。いや、今やね、1000円でお釣りが来てしまう金額で買えてしまうんですよ、このスコッチが。非常に安い時代になりましたね。昔はこれでもかなり高かったみたいです。その時代は僕は生まれてなかったんで何とも言えないんですけど、これがね、もう本当に1000円でお釣りかーっていうレベルまで来たのかって思うと嬉しいですよね。それでは早速グラスに注いでいこうと思います。これぐらいかな。これ説明しておきますと、キーモルトにスコットランドのウイスキーのラガブーリンが使われてるんですね。ラガブーリンってのは結構ヨードの香りとかピートの香りが強いウイスキーになるんですね。それがキーモルトとして使われてるので、その香りも漂ってきますね。なのでまずこれはここからでも分かりやすいようなヨード香がします。まあピートかな。あとはもう全体的に甘い香りがしてきます。それではグラスを近づけたいと思います。おー、華やかな香りだ。非常に心地いい香りがしますね。そのヨード香はもちろんあるんですが、生クリームみたいないい香りと、あとはリンゴとかですかね、そういったリンゴのフレッシュ感が感じられまして、バニラの香りもしますね。甘い香りが主体になってます。これは僕も正直もう味は知ってるんですけども、いただきます。ごちそうさまでした。味は1000円以下の割にはアルコールの刺激が本当に抑えられてて美味しいウイスキーとなってます。まずピートの香りからくるんですけども、続いて先ほど香りの時にも申し上げましたリンゴ、それでバニラからの最後ブドウ、デラウェアみたいな香りがしてくるんですよ。非常にそういった甘い構成でできてるウイスキーなんですね。なので初心者にも向いてるウイスキーなのかなと思います。何よりも1000円でお釣りが来る、何度も言ってますけどここです。もう総評してみましょうか。それではこちらです。66点でした。66点の理由としては、まずアルコールの辛さが非常に抑えられてて上手に作られてますね。それでフルーティーで甘さが主体で、ピートの香りも本当に心地いいぐらいなんですね。なので初心者の方が初めてこれを飲まれた際は、へえ、ウイスキーってこんなフルーティーな感じなんだと思われるかもしれない一品です。本場スコッチ、こういうところから入られたらもうあなたはスコッチを飲まれた仲間入りです。何よりもこれどこでも手に入って超安い。なので僕はこれ1000円のランキング5選、こちらなんですけれども、この動画の時にこれも非常に入れようか悩みました。しかし1000円クラスでは惜しくもこれはノミネートしませんでしたけども、本当にこれは1桁台に入ります。もうウイスキーが好きな方はコスパもいいですから、ガブガブ飲めるお酒だと思うんですね。だからもう本当にもってこいですよ。僕は1000円台の変なジャパニーズウイスキーを買うよりかは、こういったスコットランドのウイスキーにはなるんですけども、こういったものを飲まれることをおすすめしたいですね。やはり本場スコッチは必ず通らなきゃいけない道だと思いますので、ぜひ入門の方にもってこいだと思いますので、試してみてはいかがでしょうか。それでは今日の紹介はホワイトホースファインオールドになりました。今後も初心者の方々向けにこういった動画を配信できればなと思っておりますので、ぜひまた見てください。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。このチャンネルが少しでも役に立った、面白かったと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた見てください。さよなら。